今回は4月21日から23日まで開催しとる戦祭りのおすすめカードノーマル鑑定を紹介するよ。発射を放て。お相手さんかなり上質な声なので開幕監督にやられてしまったな。ルールは幕府側1復活量数減少2高ゲージ上昇値向上3勢力緑の兵力上昇、長州側が1武力上昇2流派ゲージ上昇値向上3勢力赤の速度上昇。参ります。官兵は兵力101以上です。式4で武力プラス8恋上力上昇の車輪。相手の長州側は騎馬の得意な勢力赤で速度も上がるから車輪も有効になりやすい。今回のルールにかなり合ってて幕府側の最強カード候補。道を切り開く。よく作りしゅう。まだ戦えますぞ。参ろう。放て。参ります。どうか行くぞ。花は枯れようとも人は倒れません。発射。なあだって動けん。流派発動。見ろ方。我が部には誰も至らぬ。ジ・エンドってやつか。目覚めよ天下の義士たちよ。我が死は不正。放て。見切られたか。ゆっくりしゅう。敵の手にはかからない。前期解放。
うものか。道を切り開く。参ります。放て。ウーリン火山の旗のもと結束せよ。天気解放。我が部には誰も至らぬ。目覚めよ、天下の義士たちよ。流派発動。見ろ方、リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。我が死は不正。流派発動。三の方、ジエンドってやつか。敵の手にはかからない。拙者の力をお見せしよう。ずらされたからカットインを入れるために協力してくれる。ご視聴ありがとうございました。これだけ手玉に取られた試合でもごまかせたのはカンペイのパワーのおかげやね。